マカベ町は、茨城県桜川市内の町である。市町村合併の前は、マカベ郡にあった。茨城県西部に位置し、地元で産出する新壁三陰石による、石材加工業と農業が盛んな町である。歴史は古く、マカベが本拠として、マカベ城を築いたことに始まり、後に、佐竹氏の家臣となったマカベが、某剛氏の第二、 では国秋田に移った後、浅野長政が、陰居領として、同地などを配慮し、真壁藩を立藩。浅野長茂の代に笠間藩へ、家造違法された後も陣屋が置かれた。陣屋があったところを中心として、市街地には古い町並みが広がっており、国の登録有形文化財建造物の数は100を、軽く超える。また、各家や 商店などでは2003年から町おこしによるひな祭りが行われることで知られる。町南部にある筑波山は県内でも観光地として有名である。1954年に旧真壁町、紫尾村、谷貝村、神場実村と長山村の一部が合併して真壁町が誕生し、調整は約51年間続いたが、 2005年10月1日、近隣の岩瀬町、山戸村と合併し、桜川市となった。町域の東部地域は、水峡筑波国定公園の一角をなす筑波山、カバ山などの筑波山海の西斜面が多い、中央部に桜川が南流する桜川定地、西部は、日立大地の一つである、真壁大地が広がる。カバ山一帯は、真壁市と呼ばれる。 花崗岩の産地で、日本有数の石材業の町となっている。また、桜川定地は、水田地帯、真壁台地上は畑作に利用される。町内に、伝聖寺、最小王寺、薬王院などの寺院があり、南部の筑波山では、気温の逆転現象を利用した、観光未完農園がある。古くは、約400年にわたって支配した真壁市の、 城下町として繁栄し、後に笠間藩領となった。明治時代には、マカベ暴動やカバさん事件が起こった地として知られている。1954年、いわゆる昭和の大合併により、旧マカベ町が周辺の村と合併して、マカベ町が誕生し、平成の大合併での大和村。 岩瀬町との対等合併によって桜川市が発足する2005年まで続いた。主産業は農業と石材業で、カバ山一帯で石材団地を形成して、マカベイ市と呼ばれる、河口岩は墓石などに加工し生産される。また、低地の水田地帯で良質米を産し、大地は水カ白菜などの畑作物が生産された。地場産業は、 酒、醤油などの醸造業、暗郷用の土管、植木鉢などの新壁焼き、盆栓の製造などである。現在、盆栓製造者は、関東唯一の一社を残すのみである。かつては、生死の町とも知られ、水車を利用した製粉、製麺業も行われた。町内で産出される新壁焼きは、道町東山田の広瀬民家が、1840年に、 三川から師匠を招いて創始された焼き物で、主に湯を用いない土器の製造が中心である。外して家内工業的傾向が強く、兼業農家が多いのが特色で、製品はシクラメン、菊用の植木鉢が大部分を占め、関東全域と東北地方の一部に出荷された。高等学校、中学校、小学校、筑波山会の山裾に沿って、 町域を南北に縦断する鉄道として、筑波鉄道線が走り、町内には5つの駅が設置されていた。赤字経営が続くローカル線であったことから1987年に廃止された。104棟が国の登録有形文化財となっている。主なものを以下に記す。参考、茨城県桜川市真壁町の登録文化財104棟、新壁の古い町並み。 ありがとうございます。